こんな内紫なども与えているんですね。さあ、いろいろな種類の餌、たくさんの量を食べているラッコたちなんです。さあ、19歳のおじいちゃんトコはですね、どうやらあまり今日はお腹が減っていないように見えたんですが、アスカが食べているカニのハサミは取って食べ始めましたね。さあ、カニを取られたアスカは、さあ、ズワイガニを受け取りました。さあ、大きなズワイガニ受け取って食べてくれるでしょうか。さあ、熱心に食べ始めましたね。さあ、このラッコがお腹に乗せて食べる様子、皆さんやはり貝を乗せているというイメージあるかと思いますが、ラッコたちこのように餌を食べる際にはお腹を上に向けて仰向けになって食べています。ですので、こういったエビやカニなんかも捕まえるとこのようにお腹に乗せて食べていくんですね。さあ、お腹からはみ出ているこのズワイガニであるあるんですが、アスカは入念にどんどんと食べていきます。さあ、アスカはですね、大きなズワイガニどんどんと食べているんですが、さあ、トコもですね、先ほどからこのカニの足はですね、少しずつ食べているようです。さあ、皆さん、このアスカが食べている様子、またですね、貝を割る様子なんかも楽しんでいただけたかと思います。なかなか豪快に食べるラッコたちの様子、いかがでしたでしょうか。さあ、この縁起のいいおせちを食べたラッコたちは、今回もこの新年、良い新年を迎えられたことと思います。さあ、先ほどお話